石場藤彦11月7日から1939年8月25日は日本の外科医,医師学者である。スクリバ門下十明の一人で北海道医学会の中心的存在であった。北海道医師会札幌医師会の初代会長。卵巣腫瘍の臨床上知見及び外科的療法の追加で医学博士。戦国時代末期はガモ受けに使え。 江戸時代中期に合図松平家家臣となる。祖祖父は北方警備で利尻島に赴き現地で病没。祖父は母親戦争時に監視隊指図役として若松城下で討ち死にした。父の忠武は須坂大使で都南藩県所属を経て青森県に採用され県の東京出張所員として上京。後内務省管理となる。一時、 品川矢次郎の秘書を務めたほか、会津松平家家父の編纂を行った一人である。弟の関羽茂は、折り川橋梁の設計などを行った、橋梁設計者、妹はそれぞれ林、ゴンスケ、大瀬人太郎に嫁ぐ。三男の関羽保つは、明治大学政治経済学部長。東京大学内にあるベルツ、スクリバの、京造若松城下の中高城町に生まれ。 アイズ戦争時は、近在の農家に避難した。都南半領へ15に上京し、東京市藩学校付属小学校、東京外国語学校などを経て、1882年、東京帝大医科大学予科に入学した。当時は親とい外国人のベルズ、スクリバが教弁を取っており、石場の良人に対する尊敬は厚かった。石場は、当時の日本で最先端の医療を学び、 本科卒業後は、医科大学病院で作り場の助手として勤務する。この時期の作り場の助手たちは、日本医学会を経営した人物となった。農病自身に際しては、作り場とともに現地に赴き被災者に対する医療奉仕を行っている。石場は、北海道出向を命じられ、札幌病院の副院長となる。石場の不妊をもって、 前任のドイツ人委員長と交代の予定であったが、実行されなかった。委員長との間には、圧力が続き、就任は半年後である。当時の北海道は、患者1 7 0 4名に、医師1名という状態にあり、激務が続いた。石場は、札幌区役所の対応や、新聞による批判などに不満を抱き、父や中野天文らの説得も受け入れず辞任し、 関和病院を開業した。4年後にはドイツへ留学し、ベルリン大学に在籍したが、代理院長が辞任、開業する事態を受け半年後には日本に戻り、再び院長として診療にあたる。当時の下界の手術数は生涯で300名から400人ほどという時代であったが、関羽の36年間の手術は、麻酔を必要としたもののみで19,047人に及んだ。 北海道医学会において札幌医学会の会頭、北海道医師会会長を歴任。北海道医法の前身である北海医法を発行した。北新病院は現在地域医療機能推進機構札幌北新病院となっている。アイヌ研究の先駆者であるジョン・バチェラーは北海道にアイヌセリオ病室を設け、石場は バッチェラーの養成に応じアイヌの人々に診療を行った。アイヌへの関心を深めた関場は、札幌人類学会を設立し、その初代会頭に就任。最多の研究報告を行い、また、明治30年ベルツのアイヌ調査にも協力し、石狩祐希として発表しています。関越子の友人に、樋口邦子がおり、邦子の姉樋口一葉と関場家は、信仰があった。 長男、次男は幼少期に病没。大久保定次を養子とした。石場は愛酒家を辞任し、料亭にも出入りした。旧藩の先輩に主害につき演説するよう求められ、断り切れずに引き受けたが、現行不一致として批判されることとなった。ありがとうございます。